2016年ゼルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一となり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの半前雄先生です。ですね、なかなかね、お金を動かすというのはね、自分の勘だけでね、バイナリーオプション投資してたんですけども、途中でね、世間の重圧ですね、でね、曲がった投資を壊されて、またね、しくじりました。でこれはね、保安ですね、力団体を団体とか宇宙生物が主なんだけど、人間よりか宇宙生物が脅かしてくるんですね。で生物体でね、で稼ぎを妨害するというのが大きくきます。それで、人間よりが強い場合が多いんで、人間を動かして、稼げないように、動かせるんですね。体を動かされるんですよ、投資中。そうしますと、正しく投資をしてても、人力でやってるとね、負けるように動かされてしまうんですね。でそういうことでバイナリーオプションっていうのは特にそういうもので、自動売買が使ったら禁止ということが多いもんですから、それでね、バイナリーオプションは稼ぐのに限界があるということと、そういうふうに簡単に左右されてしまうということでね、今度はバイナリーオプションはしばらく研究だけにして、ライブ投資はもうしばらくずっと やめてですね、1兆円稼げるまで FX の自動売買ですね、人力でやってるんじゃ動かされてて勝てないと、任されることがあるんで、重圧でね、宇宙生物がね妨害してくるんですね。で人間をも動かしますから、力強い、稼ぎに対してね、それに対してコンピューター使って、ロボット使って、ね、保安を取ってですね、投資をする。自分の頭の考え、手で打つようなことはしないで、全部自動でね、投資するしか価値がないという、勝つのが大変だということが分かってきました。それで、ね、前からだったんだけど、この自動売買使うロボット化でね、投資をするということはね、非常に妨害が多くて、しばらく休んでたんですよ、法案でね。で、MT の業者も、私が自動売買使うと閉鎖されるということになりましてね、宇宙生物が妨害するわけです。で、人間をもう動かしてね、化石を妨害するんですね。で人間よりが頭がよく強いのがね、妨害するんで、人間たちも一緒にかかって、大きく妨害してくるんですね。それでできなかったんですけど、飛行機をね、撃墜されたりとかね、して、たくさん脅されました。そんなこと本当にやられてるんですね。マレーシア航空機撃墜は私が乗ろうとしたんで、ね、離れてたんで、保安も抜いたら、遠くで事故起きました。私はもう今のところ乗らないけども、乗る予定にしてただけでね、保安を抜かしたら遠くの方の保安は全部破壊するやされるようなことがありました。そんなことでね、人間たちはまだ知能が低いんで、あまり宇宙生物のこと知らないんですね。だから自分たちでね、自然に頭を動かして操られているってことをよく知らないんですね、人間たちはね。人間の方が弱いから、場合が多いんで、宇宙生物に操られるんですね。私の場合はね、人間よりか強い人工知能を大昔にね、仮想的に、今は仮想的ですけども、作ってね、ボディーガードの方をつけてはいるんですよね。仮想的にね。で、宇宙全体にそういう保護を作ってるんですよね。それで、だけども力そう同じだけ馬力のやっぱ強い宇宙生物がね、仕事妨害してくるんで、それで
まあ、私の少ない年金って言ったって食っていける年金だからね、それでね、しばらく1兆円稼げるまでね、気をつけてね、FX の方の自動売買、自動売買、機械化でね、投資できる許されてる MTA4 の系統ね、の開発に今度、絞って頑張ろうと思ってます。自動で稼げる方がいいんじゃないかということでね。そうじゃないととても大変だということですね。ちょっと時間がないんだけど、この山小屋にね、ネズミが入ってきて、ネズミの死骸がどっか隠れてるんです。臭いんだけど、ネズミの死骸が腐ってるらしいんだよ、どっかでね。で、その匂いが臭くてね、今ちょっと弱ってますけど、忙しくて掃除できなくて、どこのとこに隠れたか分かんないんですね。どこにネズミが死んじゃってんのか。匂いがするんだけど、もう嫌になっちゃうね。そんなことでね、ネズミ捕りは置いてるんだけど、電気式のね、買っといたんだけど、ネズミがね、来てね、参っちゃってね、明日、肉は17キロ、20キロか、20キロちょっと買ったんですよ、肉を。でね、ネズミにやられない、なんか、やられないようにね、冷凍庫の中に入れるんだけども、いろいろ買い物してね、よく買うんですよ。肉はね、20キロ以上まとめて買ったりとかしてね、で、1年間使うんだけどね、豚の肉ね、ロースとかね、カツ丼じゃなくて、とんかつなんか作ったりするのに美味しいんでね、買っとくんだけども、今回はブロックを買いましたけど、ブロックでもね、だから切らないで置いているブロックとかね、で、筋切り機買ったんですよ、叩くだけでね。大掛かりな機械、